こんにちは、吉田典正です。はい、ということで、本日ですねご紹介するのがですねこちらですね、中谷明宏先生のスピード意識改革、以前にもご紹介したこの中からですね、今日ですね、延期することより始めることにエネルギーを使おうをお送りします。はい、こちらにもありますけれどもですね、何か始めるとき、これはね、当然エネルギーを使います、時間も使います、エネルギーも、お金も使います、コストもかかります。でもですね、最近思うんですけれども、何か考える、そしてそれを行動する前に時間がかかればかかるほど、やっぱりねちょっと重くなるっていうのかな、めんどくさくなるっていうのかな、時間かかる感じがいたします。例えばですね、最近の私で言えばですね、YouTube でアップする動画の数が、1日たくさん出させていただいてますけれども、例えば商品のレビューがね多いんですが、それ買ってきたその時その場のですね、駐車場でもって iPad で、アップするみたいなのがですね、すごく楽ですね。その時にやって家へ持ち帰って後でやろうというのもあるんですけども、その時のですね、勢いとかですね、それで片付けちゃった方がですねすごくね、楽ですし早いですね。はい、本もそうですね、買ってきてその日に読むみたいな、その場で読むでも、もうその車の中で読むでもいいですけども、何にしてもその、スピード勢いっていうのがありますんで、その自分の波に乗るみたいな、なんかやっぱり波があるんですよね、自分の中でもね、タイミングとかね、やっぱりめんどくささもありますし、そういったことをですね、無理なくやっていくにはですね、すぐにやるっていうのがですね結果的に楽だと思います、すごく最近思いますね。ですのでいろいろですね、いろんな仕事をですね抱え、まあ中にはですね、でもいろんな仕事を抱えてるんだと、無理だと、いう方もね、いらっしゃるかもわかんないですけど、まあできることからで構わないんで、どんどんね、片付けていくっていうのがですね、いいのかなというふうにね最近すごくね思いますね。はい、ということで、本日ご紹介したのがですね、どっか行っちゃいましたが、あ、こちらでしたね。はい、延期すること、スピード意識改革の中から、延期することより始めることにエネルギーを使おうでした。はい、中谷先生ありがとうございます。では、またお会いしましょう。今日も、見ていただいてありがとうございました。